マールブルクビーデンコプフ軍は、ドイツ連邦共和国ヘッセン州中部のギーセン行政管区に属す軍である。この軍は広い森を有する中陸山地の地形と、軍内を西から南東に向かって流れるラーン川を特徴とする。軍の中心で、唯一の上級中心都市が、人口約8万人の大学都市マールブルクである。その他の重要な都市としては、 軍西部のヘッセンヒンターラント地方に位置するかつての軍庁所在地、ビーデンコップフ及びグラーデンバッハ、軍東部に位置するキルヒハイン及び経済都市シュタットアレンドルフがある。マールブルクビーデンコップフ軍はギーセン行政管区の北部に位置し、北は北ヘッセンのバルデックフランケンベルク軍、北東は同じくシュワルムエーダー軍、東から南西にかけては、 中部ヘッセンのフォーゲルスベルク軍、ギーセン軍、ラーンギジュ軍が並び、西はノルトライン・ウェストファーレン州のジーゲンビト・ゲンシュタイン軍と境を接する。軍庁所在地はマールブルクである。本軍の東西軸は最大約 76km、南北軸は最大 36km である。最も高い山はビーデンコプフ近郊。 軍の北西端にある高さ674メートルのザックプファイフェである。最高地点は、この山にあるビーデンコプフ送信所の高さ210メートルの放送塔の先端であり、所在地の高さを加えると、海抜868メートルとなる。最低地点は、軍の南部、ギーセン軍との軍境、フロンハウゼンとジッヒャーツハウゼンとの間にあるラーン川の河原で、 海抜約168メートルである。軍内の土地利用は以下の通りである。14.3%すなわち17,996ヘクタールが住宅、交通用地 43.。43.9%すなわち55,489ヘクタールが農業に利用されている。森林面積は51,582ヘクタール、すなわち40.9% 水域は1,189ヘクタールすなわち0.9%である。本軍の軍域は3つの中引く産地や地形の継ぎ目に位置している。南北に走る一連の谷状の盆地が、その西側に位置するラインシーファー産地の市脈と東側にある西ヘッセンベルクーンとベッケンラントとを分けている。この谷状の盆地は、軍の北部からベッドシャフト盆地を経て、 ラーン川対岸のエルンハウゼンミヒエルバッハ盆地を通って最終的には軍南部のギーセン盆地で再びラーン川の谷に接続し川沿いに伸びている。シュテルツハウゼンの西に位置するオベーレスランタールは東西に伸びておりラインシーファー山地の張り出し部を軍北西部のロタール山地と軍西部から南西部のベスターバルトとに分けている。 オアヘイエン近郊ザックプファイフェの674メートルを最高地点とするロタール山地の死脈は軍北西部のわずかな部分を占めるだけである。これに対して自然空間上はベスターバルトに属すグラーデンバッハ山地は軍の西半分のほぼ全域を占めている。この山地の軍内の最高地点は578メートルである。 その北東部は高さ498メートルのリムベルク周辺のダムスホイザークッペンのクッペンランとからなり、西部は高さ609メートルのアンゲルブルクを最高地点とするボッテンホルン高地である。この高地は、北はブライデンバッハーグラントが徐々にラーン川の河原に下っていき、南はやや低いツオルブーヒエ丘陵で、その東部は ザルツベーデ川の起伏に乏しい丘陵地を取り囲んでいる。丘陵地の東部はラーン川に至る。西ヘッセン山地に属する群の東部は、その大部分が約400メートル付近から200メートルまでの間の起伏を持つ、ウチスナ島の地層からなる。ここには、ラーン川を境界とする、マールブルガー・リュッケンやラーンベルゲを含む丘陵地のほか、 北のブルクバルト、東のノイステッターザッテルを含むオーバーヘッシシェシュベレ、南の玄武岩を含んだルムダ高原が含まれる。マールブルガー竜県以下の名前を挙げた丘陵地は広く森に恵まれたアメーネーブルク盆地を時計回りに取り囲んでいる。この盆地内では玄武岩の円錐形の山、アメーネーブルクが唯一の特筆すべき隆起である。山群内のハイキングや 展望台として重要な山としては以下のものがある。水域群内の多くの水域の中で全長を24 242km のラーン川は飛び抜けて最大の水域である。この川は西側から群内に流れ込み、ほぼ群の中央に位置するマールブルク近郊で南に進路を変え、ジッヒャーツハウゼン付近から群域を離れる。この他の群域内の川はほぼ全てが ラーン川に流れ込み、従ってライン川水系に属している。ただし、ノイシュテッターザッテルで分離された、北東部だけは例外である。ノイシュテッターザッテルは、ラインベーザー分水界の一部を成しており、その向こう側の集落、すなわちノイシュタットに属す集落は、ベーザー川流域に含まれる。この地域で特筆すべき川は、エーダー川の最も重要な支流であるシュバルム川の、 サガンシルビーラ川だけである。軍域北西部のザックプファイフェ付近では、エーラー川への分水海が、軍の境界を形成している。ベッドシャフト盆地に接す,する北部では分水海は、軍境付近を通っているが、ほとんどは、軍境の外側である。西部では、ラーン川とディル川との分水海沿いに、軍境が通っており、その大部分が、 キューナスサウ公領とヘッセンダルムシタット大公領との国境を引き継いだものである。以下に軍域で重要なラーン川支流を列記する。マールブルクはラーン川最大の支流であるオウム川沿いのキルヒハインとマールブルクにある貯水池をこれまで信頼できる洪水予防に利用している。西部ではビーデンコプフ近郊のペルフ貯水湖が水量調節に利用されている。 さらに、ラーン、川上流域、例えば、ラーンタールイコールカルト、ラーンタールイコールシュテルツハウゼンとの間で、研究プロジェクトの一環として、川筋の再自然化と、洪水予防を基とした措置が進行している。年間平均降水量は、マールブルク付近で約600から700ミリメートル、群西部の山地では850から1000ミリメートルで、ある。 ヘッセン州の軍裁編に伴い、1974年7月1日に、マールブルク軍とビーデンコップフ軍及び、軍独立しマールブルクが合併し、新たにマールブルクビーデンコップフ軍が成立した。旧ビーデンコップフ軍の町ロートとジンメルバッハは、ラーンディル軍の町、エッシェンブルクに統合された。またビショフ編は、やはり、ラーンディル軍に移管された。 ブラウンシュタインはギーセン軍のアレンドルーフの一部となった。これによりマールブルク氏はヘッセン州に7つある特別氏の一つとなった。旧マールブルク軍の町市フェルバッハは、新軍が成立する以前の1974年7月1日に、すでにバルデック・フランケンベルク軍のゲミュン電氏の宿となっていた。この合併によって、 歴史上緊密な関係にありながら350年間分離されていた2つの行政地区が再統合された。自然空間上も旧マールブルク軍と旧ビーデンコップフ軍は類似している。マールブルクビーデンコップフ軍の軍域はかつてはドイツで最も民族衣装が豊富な地域であった。現在の軍域は歴史上主にヘッセン砲白領に属しいくつかの地域が マインツ選定工領に属した。ヘッセン砲白領の分割に伴い、マールブルク周辺は、ヘッセンカッセル砲白領、いわゆるヒンターラントは、ヘッセンダルムシタット砲白領となった。マインツ選定工領であったアメーネブルクは1803年に、ヘッセンカッセル砲白領となった。1821年にヘッセンカッセル砲白,白は、マールブルク軍とキルヒハイン軍を創設した。 ヘッセン大公領では、バッテンベルク管理区とグラーデンバフ派管理区が設けられ、両者は1832年にビーデンコプフ軍に統合された。1866年のプロイセンによる併合で、ヘッセン先帝公領とナッサウ公領は、ヘッセンナッサを州として統合された。同時にプロイセンは、ヘッセン大公領からビーデンコプフ軍を引き継いだ。こうして、 本軍を形成する三つの要素はすべてヘッセンナスアウ、州に含まれることとなった。1929年に、マールブルク氏は、マールブルク軍から独立し、軍独立士となった。三年後の1932年に、キルヒハイン軍とマールブルク軍は統合され、さらにビーデンコプフ軍が新設された。しかし、その面積の約40%が、 フランケンベルク軍及びヘッセンナッサウ州からライン州に改組されたベッツラー軍として失われた。マールブルクカペルの軍役場ビーデンコプフの軍役場支所軍の政治を行うためにマールブルクカペルに軍役場が設けられている。かつてのビーデンコプフ軍役場とシュタットアレンドルフに軍役場の支所がある。軍役場は自治体としての業務を行っているが、 州の開業政機関としての役割も担っている。軍委員会が軍の自治組織である。この委員会は軍議会での議決の準備を行い、議決済みの事項についての実務委員会を組織する。軍委員会は軍議会議員の中から選出される15人の無給の委員と2人の主要構成委員、すなわち軍長及び第一軍委員からなる。 1> 第1軍委員はやはり軍議会によって選出されるが、軍長は軍住民の直接選挙で選出される。軍長と第1軍委員には、それぞれ一つの担当分野が割り当てられる。この専門分野は、様々な専門家、官僚、企業、目的共同体からなる。軍議会は、軍レベルでの自治会議会である。マールブルクビデンコプフ軍の軍議会議長は2006年4月から、 ハイン・リヒ・ヘルベナーが務めている。軍議会では2001年5月からセディ、同盟90、緑の党、FDP からなり、フライエ・オーラーが支援するジャマイカ連合が優勢である。この連合は、この種のものとしてはドイツで最初期のものに属す。2016年3月6日の軍議会選挙後の議席配分は以下の通りである。2014年2月1日から、 キルステン・フリュントがマールブルク・ビーデン・コプフ軍の軍長を務めている。彼女は2013年9月22日の決選投票で60.6%の票を獲得して軍長に当選した。この選挙の投票率は64.0%であった。ズ柄ガラ、青地に金の冠を被り、金の爪を持つ10回赤と白が入れ替わる横島に塗り分けられた。 ヘッセンの獅子その前足は、端から、端まで黒の十字が描かれた銀の小さな盾を持っている。解説、ヘッセンの獅子は、軍域のほとんどが属していたヘッセン砲白領の後継であることを示している。十字は、マールブルクに定住して、重要な役割を果たし、軍内に多くの所領を有していたドイツ騎士団を示している。マールブルクビーデンコプフ軍は、 以下の地区と姉妹地区関係を結んでいる。この他に以下のドイツ国内の軍とも友好関係を結んでいる。さらに国外の町とも友好関係を結んでいる。軍内に現存する最も古い宗教組織はローマカトリック教会である。7世紀のアイルランドスコットランド人修道士や8世紀のボニファティウスとその弟子によりアメーネーブルク近郊の教会から 現在の軍域東部にキリスト教が布教された。西部地域ではボニファティウスの時代にはすでに存在していたブライデンバッハに先例礼,礼拝堂がキリスト教家の起点となった。その後、多くの教会や修道院が建設され、しばしばそれを中心に小さな集落が成立した。1524年のフィリップ法博による宗教改革後、その両方内は 例外なく、プロテスタントイコールルター派が信仰されるようになった。主に軍域東部、現在のアメーネブルク主席司祭区のほか、マールブルクのラーン山地の外側に位置する4の市区の、うち3市区は、宗教改革前は、マインツ大主教領に属していた地域で、カトリック信仰が根強い。1866年までは、キルヒハイン軍に属し、隣接する。 ホーゲルスベルク軍のアントリフタールに吸収されたカッツェンベルクの飛び地もこれに属す。現在の軍域内のユダヤ教は1273年にアメーネブルクの組織が初めて記録されている。1350年頃のペストが流行した時代や1524年と1662年の追放令によって多くのユダヤ人がこの地域を去ることを強要され、 あるいは改修を強制された。ナチスの権力掌握以前には、現在の軍内に約1400人のユダヤ人が住んでいた。1933年以後、軍内のユダヤ人人口は、移住、亡命、抑留によって例となった。第二次世界大戦の直後、約250人のユダヤ人が、現在の軍域に住み着いたが、その数は1970年代に20人にまで。 減少した。その後再び増加して、マールブルクのユダヤ教組織には約100人の構成員がいる。いずれにせよ、軍内の住民の大多数が現在プロテスタントを信仰している。軍内の2大グループは、キルヒハイン教会クライス、マールブルクラント教会クライス、マールブルクイコールュタット教会クライスを参加に持つ、バルデック及びマールブルク教区のクールヘッセンバルデック。 プロテスタント教会とビーデンコプフ教区監督管区及びグラーデンバッハ教区監督管区を擁する北ナッサウ監督教区長管区のヘッセン及びナッサウプロテスタント教会である。軍内のプロテスタント教会はその始まりからすでに1526年のホムベルク教会会議に基づいており、ヘッセン砲白フィリップ一世の信仰の影響を受け継いでいる。 軍のほとんどの文化行事は、マールブルク大学との緊密な地域連携の下で行われている。本軍では、高知ドイツ語の他に、プラットと呼ばれる方言も話されている。この方言は、ミッテルヘッセン方言に属し、このうち、ヒンターレンダープラットは主に軍の西部で話されている。また、東部は、かつて、ニーダーヘッセン方言との混合地区であった。 1960年代まで方言は話し言葉として用いられていたが20世紀末には消滅の危機にあった。方言保存会による教育やフィリップ大学の学問的支援による地域意識の高まりがその消滅を押しとどめようとしている。ヒンターラント地方の民族衣装マールブルクビーデンコップフ地域はかつてはドイツで最も民族衣装の豊富な地域であった。 特に女性の衣装は大変に多彩であった。軍内のヒンパーラントの衣装とマールブルクの衣装では違いがある。男性の衣装は早くも19世紀の中頃から流行遅れとなり、女性の衣装は国家社会主義の時代に学生が着用することが禁じられ、一部では処罰の対象となった。こうして民族衣装を着る人は少なくなっていた。現在では特に村お年部で、 年配の女性が時折着用するだけになっている。民族衣装を保護するため、軍内でいくつかの民族衣装及び民族舞踊サークルが活動している。一部の集落ではグレンツガングスフェストと呼ばれる祭りが祝われている。軍内最大のグレンツガングスフェストは、それぞれ7年ごとにビーデンコップフ、ブーヒエナウ、グロースフェルデン、ベッターで開催される。この祭りは、 中世後期に村の境界を補足、見分したことに由来する。本軍の経済的な中心は、フィリップス大学を中心としたサービス業やかつての製薬企業ベイリングベルクの後継企業がある、マールブルク、フリッツ・ウィンター中鉄工場や軍最大の雇用種で、ある、フェレロ社があるシュタット・アレンドルフ、及び軍政部の市町村、ビーデン・コップフ、ブライデン・バッハ、ダウト・フェタールは、 三自治体合わせて産業重点地に指定されている。こことグラーデンバッハイルトハウゼンには伝統があり、世界的に知られた模型製造会社がある。バートエントバッハ、グラーデンバッハ及びローラは共同で産業パークを開発している。本軍は比較的低い失業率を示している。軍内を連邦アウトバーンは通っていない。 ボルケンのアウトバーン A49 号線の終点に通じる連邦道 B3 号線が北東部から軍内に入っている。この道路はマールブルクから南ではほぼに車線に拡張されており、ギー線環状道路を経由して A45 号線やフランクフルト方面に向かう A5 号線に接続する。南西方面ではやはり B3 号線がコブレンツへ向かう。 B255 号線及びリムブルクへ向かう B49 号線に接続する。南東方面はアルスフェルトで A5 号線に接続する B62 号線が群内を通り、北西の A45 号線方面へ抜けていく。重要で一部には対立した議論が残る、交通計画、問題がある。a 十九号線の延伸、G 原と発展バフハインターチェンジとの間で、 途切れている A4 号線の保管、比較的狭いラーンタールを通る B62 号線及び B252 号線のバイパス道路建設などである。軍内の最も重要な鉄道路線は、マインベーザー鉄道フランクフルトギー線、カッセル線で、この路線を走る IC がマールブルクに停車する。フランクフルトカッセル間のレギオナルエクスプレスは、マールブルク、キルヒハイン、 シュタット・アレンドルフ、ノイ・シュタットに停車する。単線の支線が、マールブルクとフランケンベルク及びマールブルクからオベーレ、ラーンタール鉄道を経由して、エルンテブリックまでを結んでいる。1905年から1972年まで、マールブルク軍は、マールブルク南駅からドライハウゼンまでの鉄道を運営していた。近郊交通は、ラインマイン交通連盟が、 マールブルクビーデンコップフ地域近郊交通連盟と共同で運営している。フランクフルト空港へは車で約1時間の距離にあり、列車での接続にはフランクフルト中央駅で乗り換えて約1時間20分必要である。ケルゲのシェーンシュタット地区に小さな飛行場があり、バート・エントバフ派のボッテンホールン地区には特別飛行場がある。以下に本軍の市町村を列記する。 旧軍の項は、かつての三つの軍、すなわち、ビーデンコプフ軍、キルヒハイン軍、マールブルク軍のいずれに属していたかを示している。人口は、2019年12月31日、現在の数値である。上述のほか、シュタット・アレンドルフのシュァインソベルクシクとビーデンコプフのブライデンシュタインシクも、歴史上、都市圏を有していた。これらのは、翻訳元である。 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。